Haida. Chiwa. それがさらに2戦3戦と重なって、まあ、野球っていうものの、人気っていうか関心っていうかそういうものはやっぱり盛り上がってったという意味では非常に意義のあるね試合だったんだろうし、まあ、野球の日本の野球の原点というかなそれをきっかけに、まあ、盛んになってたと。They were educated from the Americans, but I think that they've come a long way. And you know, there's a lot of good quality players here who could certainly do well in America. で、バタッと盛んになって、で、まあ、相撲と並んで日本の。まあ、スポーツの国技と言えるでしょうね。